コリアー軍はアメリカ合衆国フロリダ州のフロリダ半島南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は32万1520人であり、2000年の25万1377人から27.9%増加した。軍庁所在地はネイプルズ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。コリアー軍はその全体で、 ネープルズイモカリー・マルコ・アイランド大都市圏を構成している。この大都市圏はアメリカ合衆国要請管理予算局が定起し、アメリカ合衆国国勢調査局などの機関が統計目的に利用している。ネープルズ市とマルコ・アイランド市及びイモカリー国勢調査指定地域がこの大都市圏の主要都市に指定されている。最初に都市圏に指定されたのは1990人であり、 ネイプルズ大都市統計地域と呼ばれた。2003年にマルコ・アイランド市が、さらに2013年に、イモカリー国勢調査指定地域が主要都市に追加され、現在の名称になった。コリアー軍は1923年にリー軍から分離して設立された。軍名は、ニューヨーク市の広告業界の大立社であり、不動産開発業者のバロン・コリアーにちなんで名付けられた。コリアーは、 フロリダ州南西部に移転してきて、著名土地所有者として身を立てた。コリアーは、衆議会が自分の名前を関する軍を前向きに検討していることと引き換えに、当時のリー軍にタミヤミトレイルを建設することに合意した。コリアー軍という名前が付けられると、ジュリエットと一緒に休暇で初めてここに来た時、地域全体を購入するとは思わなかったし、 新しいタミヤミトレールの建設費を払うなんて予測もしなかったが、半分は考えていたかもしれない。しかし一つの軍が私の名前をつけるなんて、とても予測できなかった。と言ったと伝えられている。コリアー軍は、フロリダ州メキシコ湾岸の南端近くに位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2304.93平方マイルであり、 この内陸地2025.34平方マイル、水域は279.59平方マイルで、水域率は12.13%である。面積ではパームビーチ群に次いで州内第2位である。南東部の全体はビッグサイプレス国立保護区の中に入っている。エバーグレーズ国立公園最北部は群の南部海岸に入ってきている。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内の公共教育は、コリア軍教育学院委員会が運営している。1994年の映画、AS ベンチュラの中で、コリア軍は架空の運動家レーフィンクルの故郷とされ、コリア軍から出た唯一プロの運動家と表現された。AS は、例の家族を見つけるために、コリアを訪れる。テレビ連続ドラマの、 デクスター警察官は、殺人鬼でも、デクスターとトリニティキラーとの休憩施設会合の場とされた、リサイクルセンター。ありがとうございます。